オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学の時間です皆さんこんばんは怪談研究家の吉田祐樹です突然ですが皆さんは井戸を埋めるという言葉を聞いたことがありますかまあ、もちろんねこんな簡単な言葉なんで聞いたことはあるとは思いますけれどもその深い意味まではご存知ですかねまあ、使わなくなった古井戸を解体するために土や砂などで井戸の穴を 埋めたりすることはこれありますよね今日の授業ではそんな井戸埋めにまつわる会や井戸自体に関する会について授業をしていこうと思いますそれでは早速授業を始めましょう もともと井戸っていうのは人々の生活を支えるために必要不可欠なものだったっていうことは皆様もご理解しているとは思います。生活上で必要なああらゆる水を井戸に頼っていた歴史はありますよね、えー、まあしかし近年になると水道が普及して井戸を使わなくなった家も多くなったと。じゃあその使わなくなった井戸どうするかっていうと放置しておくと地下までつながっているもんですかね悪臭が放たれたりとか、まあ、不衛生。 になってしまうと、まあ、そのため、解体する必要も出てきますね。こうして井戸埋めということは行われるわけですが、ただ、この井戸埋めっていうのは素人には大変難しい。適当に土やなんかで埋めちゃえばいいっていうもんではないんですよ。この井戸埋めを正しい工程で行う専門の業者さんもいるほどなんですね。まあ、建築業界だったり、そういった土木関係では、やっぱりね、井戸を埋めるっていうことは。 あかなり専門的な話だし2020年代の今でもかなり気を使います技術的にも専門的なテクニカルなものがいるんですがただ埋めるだけではなくてお祓いをはじめとした宗教的な儀式もセットで行われるというような特徴ですね実はですね私がこれまでに収集した階談あるいは私の階談仲間 の人たちが収集した会談を聞いてみたりすると正しい工程で井戸埋めをしなかった一家が不幸な目に遭うというタイプの話が非常に多いんですね何らかの法則性があるんじゃないかとすら思えるほどにこの井戸を変な風に埋めてしまったことで災いが起こるという話が実は会談として非常に多い そうななりたくないですよねでひとまずですね皆様に正しい井戸埋めの方法とはどのようなものかをレクチャーしたいと思いますただ私あの専門業者ではないんで私の言う通りに従ったからといってそれは正しくなかったと後から指摘されても知りません善意でやってることなんで文句はないでください井戸埋めの工程丸一、お祓い魂抜きですね 解体作業の前に行われる儀式で、まあ、地鎮祭の逆みたいなものですかね家を建てる前胸上げの前にある地鎮祭の逆でこれから井戸解体させていただきますと挨拶をすると。まあ、井戸には 水の神様が宿ると言われているのは皆さんもまあご想像がつくと思いますがそうした神様のために井戸解体時には「これまで水を使わせていただいてありがとうございます」と水神様に感謝の気持ちを伝えると。 でお祓いの細かな方法っていうのはもちろん地域とかその宗教のどこなのかっていうところによっては微妙に異なってきます。基本的には神道の神主さんに依頼することになるとは思うんですが、まあ、おそらく仏教のお坊さんがやる場合というのもイレギュラーながらあるとは思います。で丸ににに息抜きと呼ばれれれるるような工程でですねこもも解体前に行われるものの井戸の底から地上に パイプ空洞になっている筒を通すんですねこれをやる理由っていうのは大きく2つありますまずは現実的な理由として地盤のの安定とか水質保全のためっていう理由もあります井戸の中っていうのは有機物微生物などがいて井戸を使っている間は水が攪拌されるんでまあいいんですけどもそういったものは溜まって分解されてでメタンとか硫化水素などのガスが発生して溜まっていっちゃう。 で、それに残して埋めてしまうと、地盤沈下とか汚染の原因になります。そのためにまあこうやって息抜きをする管を通して、湿気とかガスとかを地上に出すことで、地盤の安定、水質の保全につなげるというまあ、そういった理由ですね。で、もう一つはなんか今我々の現代人からすると宗教的な考え方のためということですね。 井戸の神様水神様というのは長年人々に水を供給してきたのでその井戸を埋めるのは神様の住処を奪うことにつながりますし、えー、そこ蓋をしてしまうと神様もこう息が詰まるみたいな発想があるので、えー、この息抜きをすることで神様が井戸の外に出られるようになるというふうにも考えられています。で丸3埋め戻しこれ魂抜き息抜きき息が終終わって、えー、ようやくく最終段階に行くとその 井戸の地層にあった土砂で埋めて穴を塞いでいく。これ、ようやく井戸が埋まるとただまあ、埋めた後もやっぱりその管の穴っていうのはそのまま出ている状態になっていることも多いですね。ま5、あ、社以上3つの工程で作業を進めていきます。もちろんね、環境に配慮した作業である。 ということもわかると思うんですがまあ、同時に井戸の神様水神様もそうした神様を大切に考えていることもよくわかると思いますこうしたあ井戸埋めに関してきちんとした手続きを踏まなかった場合えー、いろんな災い不幸が起きてしまったという実は階段が私は自分で収集したのもあったりまあ、他の人が収集してきた階段もあったりで非常に多く 聞いているんですこれはですねあの私の他にも同じことを言っているような人がいるんですがどうやらそうした井戸を埋めたことによってその家族家が不幸な目にあったっていうのに一定の法則パターンっていうのが存在するようだっていうのは結構昔から実は怪談界隈では言われています。 移動みによって起きる不幸の法則として、まず1つ目家がゴミ屋敷になってしまうで、その後2つ目、父親が不倫をして家に帰らなくなってしまうで、3番目にお母さんが宗教にはまってしまう。まあ、ま、これはちょっとあの数十年前からね。90年代とか2000年代とかに我々が会談を収集したり、あるいは2010年代に収集した。でもそのちょっと昔の出来事。 体験談としてて聞いてるんで、まあ、ちょっと時代的には昔の話なんで今はまあ宗教にはまるとかそういったパターンではなく他のことになるのかもしれませんが問題は家庭が不安になるっていうことですね、まあ、そこでなんか怪現象が起こるというよりは家がゴミ屋敷になってしまったり、まあ、お父さんお母さんが精神的にもちょっと変になってしまって家族はバラバラになる状態になってしまう。で まあここまではまあたたりとしては割とスタンダードだなと思うかもしれませんが問題はそうなった末家族が不幸になった末に最終的に火災とかあるいは放火あるいは火にまつわる事故など火に関しての災い最悪の場合はやっぱりその焼死火によって死んでしまうあるいは大けがを てしまうということで最終的にその家もう住めなくなっちゃったねっていうふうになる話がこれはね非常に多いんですよこの四番目に関してはちょっとスタンダードな発想ではないですよねこれ本当に無関係の人たちが地域も年齢もバラバラな人たちが井戸を潰した祟りっていう階段の時に品出するんですよね こればっっっかりはだってちょっとななぜだろうって思いますよねなんでいつも「火」による災いが起こるんだろうと、えー、例えばまあこれも「いた子28号」さんという私の先輩にあたるような怪談実は怪談のプレイヤーの人もこれはあのこの「1234」の法則があるっていうふうに同じことを言ってまして、まあ、当時いた子さんの年齢でちょっと聞いてる話なんで丸さんのお母さんの宗教にはまるとかはその時代性80年代か90年代とかの時代性があったとは思うんですがでもやっぱりね最終的に火で火事。 になってしまうっていうふうなことは言ってましたしあとはまあ他の方の階段でもこれはまあ人の階段なんで詳細は言えませんけれどもやっぱり同じように家がゴミ屋敷になってでお父さんお母さんとかがこう家庭不安になってでその話だとお父さんが旅行中にその旅館で火事があってでなぜかお父さんの泊まっている部屋だけスプリンクラーは作動しなくて。 焼け死んだのか、こう酸化炭素中毒で、えー、亡くなったのかちょっとよくわからないんですがとにかくお父さんだけは亡くなってしまった。で、えーまあ、大変なことになったんでその家は引き払うことになったんですがそのあと引っ越した後日に近所の、まあ、ちょっと感じの悪いおばあさんがいたんですがそのおばあさんが、まあ、空き家になったあるいは更地になったあところ自分が見ていたら近づいてきて「井戸潰したからじゃ!」って言われたっていう。 まあ人の話なんだけど最後にお家行っちゃったんですけど <laughs> <あ>の <laughs> まあそ,れその家族が潰したわけじゃないですよその前に住んでた人が井戸を潰してしまって近所の人はみんなそれを知っていたっていう話も聞いたことはありますねあるいは今私が調べている地域あそこに伝わるまあいろんな土地にまつわる話を調べていく中でもこれは即昔ですおそらく江戸時代ぐらい18世紀の時代とされているんですが まあ、とあるちょっと不倫事件みたいなのが起こって、えー、その奥さんが流れてきた旅のお坊さんと不倫をしてしまってで旦那さんを殺してしまったとでその旦那を殺したのは井戸に落として殺した、えー、それからというものその井戸ではいろんなたたりが起こるようになったでその奥さんもお坊さんも張り付けになったって、まあ、そういう民話が、まあ、とある地域に伝わって るんですがえー、そこがまた井戸があったとされる地域土地エリアポイントにはずっと、まあ、居道とされて人も住んでなかったし田畑も作られてなかったし建物も建ってなかったんですが、まあ、本当に最近です2010年代に、えー、その辺りが再開発されましてでその井戸があったというポイントのすぐ近くに建ったビルではちょっと本当に最近の出来事なんでかなり詳細を伏せますが。 建設中に火災事故が起きまました、まあ、数名亡くなってます結構大きなニュースにもなりました。でそれはもちろんその事故に関してはそのたたりと結びつけるっていうことはないんですけれどもただ、まあ、ポイントとしてやっぱりその,その土地の言い伝えとして〇〇井戸ごめんなさいこれも具体名させてください〇〇井戸と呼ばれていた井道、まあ、にそのビルが建てられた時に大きな火災事故が起こり、えー、そしてその後も えー、自殺が相次いでます2件かな、まあ、少なくとも1件は確実に起こってます、まあ、そういった話もあります。でなどうしてこういった不幸のパターンがあるのかですけれどもまあおそらくは、まあ、これは私の勝手な邪水でしかないんですが、まあ、水神水の神様をないがしろにしたっていう,う,うことのたたり。 としてやっぱり、えー、水の反対である火による災いが起こるというような、まあ、イメージ的にはそういうことなのかなとは思いますがただもちろんなんでそんなことが起こるのかっていうはっきりした理由を私が分かるわけがないのでい誰も分かるわけがないのでこれは本当になぜとは答えられないんですがともかく言えるのはサンプルとして なぜかそういう井戸を潰したたたりとして最終的に火の災いに遭うっていうことが何てか知らないけど話としては聞く実体験談あるいは実際のまあそういった事故だったり、まあ、皆さんもいろいろと想像したり考えてみたりするのはいいと思います。っていうことでですねここまではまあ井戸埋めについてちゃんとやっておいた方がいい予想しないと。 とこういった何か悪い出来事が起こるよっていうことを話してきたんですが、ここからは井戸自体の会議もうちょっと広く井戸にまつわる会談といったテーマでお話ししようと思います。まあ井戸っていうのはそういった潰す時に埋める時にちゃんとした工程を経わなきゃいけないというのはまあもちろんまあ大前提ではあるんですが、やっぱりちょっと いじるるだけでも多少のたたりがある埋めたりしなくてもある程度きちんと対処しなきゃいけないっていうことはありますね。これは私の知人のおうちで、まあ、八王子にある結構大きな家だったんですけれどもそこを解体した大きな実家を解体して以降割といろんな不幸が続いてしまっている方が結構何年間。 かのののスパンにっっってててずとと話を聞かせてもらいいるる人人ががんですがその人のところも井戸は潰したいんですよ潰してはいないんですけどもずっと使ってない井戸があって解体の時にさすがにその井戸っていうのもちょっと調べてみなきゃいけないっていうことになって蓋を剥がしてみたらその蓋の裏にびっしりお札がついていたっていうことはありません。 なのでおそらく使わなくなった時点でその時のご先祖様というかおじいちゃんだかひいおじいちゃんだか分かりませんけどもその人がそういった対処をしたんでしょうねただその人の家ってなんか階段の下に開かずの間があってそこにフランス人形がずっと <laughs> あったりとか,だから他かにもいろんな要素があったんでちょっと井戸だけの語りかどうかはちょっとよくわからないんですが、まあ、とにかくあの一族全員ひどい目に遭ってるなかなかハードな人が いるんですがその中でもやっぱりそういった井戸は潰してないんですけど使わなくなっている状態で蓋にお札をびっしり貼ってあったっていうことも ありますしあとは皆さんそんなに霊能者の人に相談しに行ったりっていうのはそれほどこの視聴者の方に多くないとは思いますが、まあ、私は実は会談を集めている性質上結構いろんな不幸が起こったんで地元の霊能者に相談に行きましたとかあるいは私自身も地元の霊能者青森だったら神様とか、まあ、関西だったら拝見屋さんとか、まあ、いろいろ言われるような方に取材することは多いんですがやっぱり民間の霊能者さん に何かこう家で不幸が起こったって言って相談しに行くとま正直まず8割9割家の水回りをいじったでしょ。あるいは家の水回り粗末にしているでしょ？っていうアドバイスをされます。これはもうおそらく青森ま北海道も含めてかな。北海道も含めて青森からも沖縄までだいたい。民間の霊能者さんはそこを指摘しますね。これはまあ家の水回りっていうものは？ 井戸に限らず、うんまあ、台所であったりトイレであったりっていうものを、まあ、リフォームしたり何かこうちょっといじるあるいは壊す時にはやはりちゃんと神様川屋の神様だったり蒲まの神様台所の神様だったりをちゃんと祀って正式な手続きを 踏んでからリフォームしないとダメだよそういうリフォームしてなかったよねリフォームするときそういうことしてなかったよねあ、そういえばしてませんでしたってなるパターンがこれも非常に多いですいろんな人の体験談を聞くにで、私自身も霊能者さんからまず家の間取りのトイレがどこかっていうのを当てられましたこれは自分の実家ですね自分の八王子の実家の間取りに当てられてで、そこがどうのこうのまあ、まあ、そんなに私はひどいことは言われなかったんですけどもまあ、そこをちょっとちゃんとやった方がいいよっていうアドバイスはもらいました えまあ水だっていうのはやっぱり人間にとってすごく大切なもの生活にとって一番必要不可欠なところなので非常に大切に扱わなきゃいけないでそれの最たやっぱり井戸というものがやっぱりその根本だしえその井戸に関しては自分の家一軒のことじゃなくて地域にまつわる。 もの共同体にまつわるものもちろん井戸っていうのも他の人も使うしあるいはその井戸って地下水脈で他のところとつながっているわけですからそういう意味でも台所よりもトイレよりもやっぱり井戸っていうのが一番大事にしなきゃいけないもう井戸を潰したってなったら多分もう霊能者さんすごく怒ると。 思いますよ、まあ、きちんと正式な手続きを踏んで潰してないっていうことは、うんまあ、そのせいに決まってるだろうって多分相談した時に言われると思います。でちょっと脱線するかもしれませんが私が、まあ、このオカルトエンタメ大学でも他の書籍とかでも散々何年も前から言ってるのが階段の現場階段が語られる現場っていうのはなぜか異様に元水場が多い。 今はっきりとした水場川になっていたり池になっていたりっていうふうに目に見える水場じゃなくて元は水場だったんだけどそれが蓋をされたりあるいは埋め立てられたり干拓されたりしてでそこに家が建てたり道路になっていたりする、まあ、例えば昔は小川あるいは水路があったんだけど高度経済成長以降ですね特に蓋をされて暗居になってですから遊歩道になっていたりする地下では川は流れてるんですよ。 排水とかのためにも必要ですから川自体を潰したわけじゃないんだけど川はあるんだけどそれに蓋をしているそういった暗渠の周辺あるいは池や沼とかを埋め立ったり干拓したりしてそこに大きな団地が立ったりするまあそういったかつて水があったんだけど今ではそれがうまく見えないように隠れてしまっている隠されてしまっているといった元水場の近辺がこれもなぜかは分かりません。理由はいろいろろ うん、想像はできるんですが非常に有意に多いですねでこれもまた私は井戸を潰したら大変な目に遭った階段っていうのとそこではリンクしているんじゃないかなかと思うんですよねそういった各家庭一つの家にとっては井戸を潰したっていうことによる災い階段が生まれるっていうことが都市レベルで見ると川に蓋をした、えー、池や沼を埋め立ったり干拓、えー、してしまった 今ではは水場ががあるかかどうかっていうといいのの人々っ見見には見えない古い土地の記憶としてしか残っていない大切にしなきゃいけない一番大切にしなきゃいけない水を手を加えたことによる恐れというものが階段を生む土壌となっているのかもしれないですね。